ラミノプー。どうもキャプテンです。どうもです。キャプテンです。さあ、まあ、ランド貸し切って予算5位で秘密基地ラミノプールに行って、生活しろー。本日の撮影、サマーランドさん貸し切らせていただいてます。ありがとうございます。皆さん概要欄にいろいろ貼っとくんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。来ましたね、この季節。この季節が来ました。夏トップバッターの企画だよね、今回。確かに、撮影これがね、一発目ですよ。サマーランドさんに毎年お世話になりすぎでしょ。いや、ありがとう。僕のね、夢の大好きな場所ですから。なんか今日来た時、あ、久しぶりだなみたいな感じで慣れちゃってるもん。全部把握してる観光大使だ。そうじゃん。なんか夏かも。めっちゃ降ってるよ。めっちゃ降ってる。あの、天気は最悪です、はい、今回だって、はい、7月から夏をやるっていう話になって、はい、一発目の企画、一発目の水着じゃないですか。はい、ではよろしいでしょうか。はい、本日ですね、サマーランドさんでやらせていただくのは予算5万円で24時間耐久となっております。はい、はいはい、ただ24時間と言いましても、どちらかが脱落したらその場合終了、勝った方が賞金5万円となっております。はい、はい、久しぶりに賞金制度5万円からスタートするんですけども、どんどん予算を減らされていってます。出たそれ。持っているものなくなってくっていう。秘密基地系で俺大体のもの失ってさ、予算5万でスタートしてもさ、そうじゃなくなるパターンが多いんだよね。俺だってシアター用意したってシアターじゃなくなっちゃうんだよ。まあ、予算5万円の予算内であれば、購入も含めて家にあるもので組んでいただいても構いません。はい、はい、こちらで準備していただいたものを今から組み立てていただきたいと思います。はい、行きましょう。私の秘密基地、まずこの子、カビゴン持ってきたか。カビゴンちゃん、一番ね、横に広く平たい浮き輪なんだろうなって思ったらカビゴンちゃんだったんですよ。去年さ、使ったやつだよね、それ。そうです、去年のこのプールで生活の時にやったんですけど、こいつの上だけではぐっすり寝れた。来ました。これ今回しょぼい浮き輪じゃないだけ全然マシだわ。で、まあもちろんこれだけだと寂しいので、これサンシェード、テントじゃん。その上にそれするってこと。そうです。え、最強じゃん。これ多分ちょうどなの。きょんちゃんの購入品、こっち見てください。じゃん、レゴ持ってきたんですけど、これ1個大体8800円ぐらいなんですよ。1万しないぐらいなんで、これ3つ持ってきて、これ3万円です。はい、これが1個768円で、まあ、2個で、まあ、1500円ぐらいなんで、これ中で生活するです。で、大事な私のアイテム、こちらです。じゃん。いやー、どうなんですかそれ。中古で2万円で買ったんですよ、これ。救難ボートみたいなのやったらしくて。え、やばくないこれ。すごくない。こんなポンコツであってほしい。やばくないこれ。軽い。いやー、沈むっしょ。沈んだらどうしよう。救難系とか書いてあってさ。でも可愛くないですかこれ、赤。これを秘密基地にします。ここにレゴを置いて、レゴの船を作りたいと思います。はい、そして何が一番大切か、くつろぎでございます。中にソファーを置きます。サイズミスったかもしれないっす。あ、いけるわ。もう一枚ですね、こちら浮き輪足します。浮き輪攻めです。すごいことになりそう。囲みたいんだよね、できればこういう風に。なんか崩れそう。え、なんかいける気してきた。お前、え、いけんじゃね。すごくないこれ。いけちゃうんじゃない。縦今んとこ、これだけで相当良くないねえ。なんかすごいのできそうな気しない。ここをね、入り口みたいにしたいんですよ。こうやってレゴはね、たくさんあるんで、いいの作っちゃうんですよ。という感じで完成です。すごい。なんだこれは。レゴの船初めて見た。そしてこれボーンあるんですけど、真ん中ね、クッキー入れるとき破けちゃいました。えっぽい。え、これなん、どうやってくっついてるの。え、もう接合してるだけ。はい、中もこんな感じ。ドワー、すげえ窓つけました。あの、ちゃんとこれでね、敵の方が見えるように。僕はもう、あの、何これ、もう乗っけただけです。意味わかんないんですか。いや、意味わかるでしょ。寝るのここ居心地すっごい悪そう。いいからな。お前なめんな。居心地悪そう。 いいって。アボカド意味あんのこれ。アボカドは多分ない。ないんだね。一回もまだ浸水させたことないんだ。なんかめちゃくちゃ重いんだけど。あ、やばい、これふわやばいんだ。出たところでしょ。あ、軽いじゃん。はーい。あ、すごい浮く。ちゃんとすげー。バランス悪い。絶対乗るな、絶対乗るな。傾いてない。本当に傾いてんじゃん。向こうが結構あるから入ってみます。あ、いいじゃん。ちょうどいい。おー、すごいすごいすごい。え、すごいじゃん。うわ、どう、怖え。ちょっと動かしてもらっていいですか。ちょっとウィリーしてるよ。ちょっと回していい。ウィリーしてるのやめて。あんま後ろ行きすぎると真ん中にさ。あ、いいじゃん。え、待って、これまずいんじゃない。ちょっとこれ安定した、安定した。え、しかもさ、おみくそ居心地悪いんだけど。やばいやばいやばい。沈む、転覆する。レゴの壁は動いてない。これダメだね。ダメじゃない。これやばいよ、もう。
ちょっと待って、いいよ、ちょっと待って、これやばい、はい、押さなくていい、ここでいい、はい、押したよ今やばいってこれ、ちょっとみんなラーメン食いに行こうぜ、ちょっとやばいこれ、すごっ、でかいのボールみたいな、ちょっと待って、本当に動けない、本当に動けないんですけど、きょんちゃんなんか楽しそうだよ、本当に動けないこれ、あーえ、見栄えだけで勝負してっちゃったからこんなになっちゃったんだ俺、せめてサムネだけでもすぐに撮ろう、どんどん押してください、最高です、これあれだわこれ座るんじゃなくてこれテーブルにしたらいいわ、やばい沈没する、僕転覆しそうなんですけども、私優雅です、あクマいいよね、やばくね、もうね、あのこの姿勢から動くとか欲をかかなければマジずっと天国、近い近い、うわー危ないねえ転覆する、転覆する、あー絶対波無理でしょ、やばいやばい、あーほらずれてる、あいつずれてる、やばいよ、楽しい、お二人とも、はい、いい感じの位置ができましたね、いい感じできました、はい、素敵な基地であればどんな波にも耐えられるという、もうやだ、一発目波だった、待って、俺座ってたらいいの、当たってたらいいのこれ、じゃあまずは初回、いや来たよもう波、波来た、まあ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 、やばいやばい、波来た波来た、あー来てください、やばいよ、やばいじゃん、ただいま兄貴、うん、おかえり、キョちゃんおかえりなあもう船の役割果たしてないよちょっとねえちょっとさあ、でもカビゴンがやっぱ強い、レゴが一発で崩れた、ねえこんなことある、始まってすぐだよ、ちょっとも生活してねえぞ、沈んでるの穴開いてるこれ、悲しい、あいつ重くそ落ちたよ、これさ救難ボートだよ一応、全然ダメだったね、何ですかその低多額は、今世紀最大の出落ち動画です、いやありえない、今までギリなんとかできてきたよ、大体バトルシップキョン号が、バトルシップキョン号とんだん生クラだったよね、あのレゴで波を跳ね返す予定だったんだけど、あ、絶対ダメだってキョンちゃんの方見たら、なんかあのガコンってちょうど半分ここが崩れるってね、こんなんマジで動画になんないんすよ、はい、すいません、波まだ流れる予定とかミッションとかあって困っちゃうんで、もうしょうがないんで、もう一回やらせてあげます。ただ、もう、きょんちゃんには、レゴはあげません。レゴはお荷物だったね、たぶん。でも、レゴ欲しかった。きょんちゃんはもう、その状態からやってもらいます。この中途半端に、足のところ、あれね、水が溜まった状態で。ねえ、これ、本当にこのまま、はい。ちょっと反り上がってる。だったら、そこにあるレゴ使って水出してくれてもいいです。なんかもう、本当悲しくなってきた。入れるの、入れるの。このボートあれだからね。今んとこ浮き輪いたってことかな、別にいいもん、中古で買っただけだし、このボートバカにされたっていいもん、別にバトルシップ強豪に誇り持ってねえの、あー、クマさん、どうですか、あれからちょっと時間経ちましたけども、寝てたんすよ、ねえ寝てるかもしれない、あそこで一人まだ水抜きをしてる人が、いつまで水抜きしてんの、やばいね、でもだいぶ抜けてきたんですよね、すごい抜けてる、もうこの船大っ嫌い大っ嫌い、ちなみにあの特別な許可をいただいて特別にやらせていただいてます、皆さんは勝手に適当に来てこんなことしないでください、だいぶ水抜けてきた、いいね、しかしここで突然やめて、悪魔がやってくる、そして
え、マジであの人寝れてんの納得いかないんですけど。すげえちゃんと寝れてんじゃん。何気なく同じとこに流れ着いてます。彼は気持ちよさそうに寝ております。僕は下が硬すぎて寝る場所がないです。あ、すっごい届くけれど来た。おい、来たろう。おい、来たろう。マジ寝てた今。父ちゃんも寝な。寝る場所がないんです。態度コメントしとかないと。持ち担がなければよかった。何にも残ってない。なんかこれでゲーム続いてるのか申し訳ない気持ちもあり、情けない気持ちもあり、くしくしく、いやこれはもう究極の号泣号泣号泣。はい、ではですね、お二人にはですねナーフをお渡ししました。イエーイ。さすがにここはちょっと左右を生まなきゃいけないということで、はい、キョンちゃんはキョンちゃんらしく小さい銃になります。1人撃っているのは5発までとなります。5発で、はい、こちら今回のサメ役にこの方をお呼びしました。デーレン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 デー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 パー。はい、2つ目、エイジ君がですね、水中スクーターを使って泳ぎます。これでエイジ君が息継ぎをしたタイミングでうまいこと撃った方の勝ちになります。なるほど、おろい。大事だぞ、大事だぞ、ここ、ここ、当てとかないと。遠いな、遠いな。あー、届かん。2、おー、やべ、外れた。あ、これいける、これいける、これいける。やばい、やばい、いや当たらん。じゃあ、あと4発か。いや、ずった。うわ、当たってる。え、待って、届かなかったんだけど、今。あと2発、俺あと3発。あ、くそ。変な顔してる。変な顔してるな、くそ。あ、煽れ始めたぞ。あいつ、弾食おうとしてない。あー、届かない。うわ、くそ。お、待って。レイム、おい、おい、あー、やべ、作ってる。これ流されるしかねえ。うわ、全然飛ばなかった。ラスト一発だ。俺もラスト一発。くそー。あいつの動き予測すればいい。俺が近くに来る。無理ゲーすぎた。先に当てた方が勝ちになります。きた。エイジ君も使えてきてます。はい、どうぞ。次出てきたタイミングになります。なんか行くぞーみたいな感じじゃなくてぬるっと当たったから全然嬉しくないけど。負けた方の隙間からは全部没収になります。ソファー邪魔。はい、来なきゃいけない。ソファーは没収になります。はい、じゃあよろしいでしょうか。ヒェイヒェイヒェイ。今から波が来ます。第二の波だ。はい、さっきトラウマが1分で転覆したんですけども、次は2分になります。出た。伸びんの。はい、こちらをクリアしたら食事が与えられます。うん、ということでよろしいでしょうか。はい、お願いします。いや、うちはね、結構簡単にはしたー。やばいよ。うわー、でかっ。おー、おー、おー、俺が来て。耐えてる、耐えてる、耐えてる、いいよ。うわー、やばい、やばい、やばい、うわぁ、やばい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 。あーやばい。うわぁ、エゴやばかった。やっぱりね。おお、かっこいい。でぇー、見せてきた。すげー、波に立ち向かってる。やばい、めっちゃリサイクル、めっちゃリサイクル。待って、めっちゃ痛いって。やべ。
でも水が入ってる、やばい、早く。なんで俺は全然死にそうなんだよ。はい、ではですね、お二方には、はい、美味しそうな焼肉弁当を支給させていただきました。嬉しいです。はい、まだまだこの後もですね、二人にはいっぱい活躍していただかなきゃいけないので。情けないよ、もう。いや、情けないね。こんなまともに元気がないので衝撃だよ。いや、衝撃だね。衝撃。さて、いただきます。ああ、いただきます。どう？うまい。いただきます。あー、やっぱ食うときこういうそっかいもうめぇ。超うまい。最高にうまいわ。最高にうまい。なにこれ、マジでうまい。うまっ。はい、ではですね、お二人には今から岸から岸までのレース対決をしていただきます。はい、漕ぎ方は自由です。こちらからビューっと行ってあっちの橋まで。はい、勝った方は相手の好きなものを奪っていいです。マジ？はい。とはいえ、まあ、言うな言ったけど、これでクマ負けるから。確かに。はっはっは。じゃあ始めたいと思います。はい、よーい、スタート。しゃ。おい、やべやべやべ。テンポが水。ねえ、前行ったら前沈みそう。え、早い早い。レゴすごい。やばい、レゴすごい。くらえ。いやー、待って、アリーごめん。クマ遅い。仕上がれ。早すぎだ。早すぎだよ。え、これいいの、このスピードで。重たい、この船。クリアー。はっ。はい、ナックマからなんか好きなものを奪っていいっすよ。何持ってくの？こいつ命。じゃあなんかその辺にあったボールで。邪魔だったからポイしてたもん。ダメだよ、持ってないとってさっき言われて。おお。武器増やしやがった。お友達が騒がしくなってきました。これはきっと波が起きる時間なんでしょう。お願いします。最悪の時間だ。波？波です。最悪の時間が。沈むんじゃない。マーチャー。あっ、おー、うわ、すげえ。じゃん。おお。あ、まあ大丈夫。よいしょ。おお、来た。この体勢はこの体勢おーもしー。余裕じゃん。よしよしよし、この感じでも大丈夫。高いねこれ。うわー、帰ってきた。はい、2人とも1回ずつ落ちちゃったんですけども、もうほんと次が最後の最後になります。次落ちたらもうないんで、絶対に落ちないで最後までやりきってください。はいはい、次のミッションはこちら。はい、こちら何でか分かりますか？わしのじゃ。はい、こちらくまくんが持ってきたアボカドちゃんです。アボカドの浮世をワニに見立てまして、こちらのヘンちゃんの棒の先に入れてもらうというものになります。むずそう。勝った方にはですね、防音効果のあるアルミケットを。防音防音防音防寒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 。オッケー、じゃあ俺からでいいんですか？どうぞ。シャー、立てるのは有利かもしれない。トーン。来た。
俺のアボカド。はい。飛んでけ。こんなに終わんないゲームだと思わなかった。私が最高の小ささを見せたけど。消え。じゃあ行くぜ、やってやんぜ、せい、はい、やー、惜しい、惜しい、わちょー、はい、いやあれ、勝利したクマくんにはこちら、はい、待ってください、あまりなさそう、でもあったかそう、あ、でもあったかい、あ、これめっちゃあったかいわ、なんかさ、必死だとさ、寒くないんだよね、なんだかんだ、結構時間経ってますよ、なんかやだわ、そんな感じの乗り物でこんなに耐えられてんのやだわ、なめんなよマジで、なめんなよ、なんでこんな沈没しそうなのこの船、ずっとギリギリなんだけども、ずっとちょっと波あったらもうすぐに水没しそうになる、え、この船をさ、どうやって使ってるわけ、普通の人は、アルミケットをもらったクマちゃんです、こいつダメージ受けてますけど、サンシェードもいい役割してるっちゃしてるんですよ、浮き輪とかいらんもん持ってきたんですけど、もう大事なのはこれでした、アルミケット、これね、あったかい、マジで、また波が襲いかかってくるはずなので、次で波4回目、でも結構やってんな、じゃあ、あそこから襲いかかる波に次回皆さんは耐えられるのか、はい、ではですね、はい、今までは1分、2分、2分と続いたんですが、次が3分となります、3分、まあよいしょ、終わるかもしれないんだよ、命がけで止まってないと、いや、ちゃんと大丈夫、生き抜く、何が何でも、多分へっちゃら、おお、じゃあ行きます、光る雲を突き抜けファイヤーガン、へっちゃら、何が起きても気分は、おい、どう、余裕、ヘロヘロか、わお、チャラ、うわっ、すごい浸水した、後ろから波受けてる武器兵さん、すごい、びくともしない。やばい、クマが見えなくなった。クマが見えない。何今の、あっけなさすぎ。わーい、ちょっと泳いで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 、